こんにちは、ジャスト株式会社代表関間関です、先ほど、告白、恋愛もしくは、結婚に関してね、告白して相手の心を動かすっていうお話をしました。はいはい、でその実際相手の心を動かすっていうのはその告白する言葉そのものよりもその中にある心の中にあるものをいかに伝えるか、それが告白した後の間の中で全て表されて、それはもう嘘はつけないというお話をしました。はい、全然話は変わるんですけど、はい、リンカーンが昔、はい、昔だよねリンカーンって、はい、うん、若い頃で軍隊に入ってたんで、それで上官の命令でこの木を切る競争をしたんだよね。はい、で例えば10本の木をどれぐらい早く切れるかはいっていうことで斧が支給された。はい、で用意ドン、まあ用意ドンってスタートになった。はい、でリンカーン以外の、まあ、他10人ぐらいの人いたんだろうね。それじゃ重く、はい、斧持って切り始めるんだ。はい、うん、でリンカーンは何をしたか最初に。はい、結構有名な話ですかそれもしかして。まあ知る人は知るな。歯を研いだ。なんで知ってんの。なんか聞いたことがあります。これ言った、あんかどうかちょっとわからないですけど、ちゃんと覚えてないですけど、そうそう、歯を研いだんだよ。はい、歯を研いで、しかもこの歯を研いで、さらにみんなやってるから、どう、はい、みんなのなんていうのかな、行動見てどういうのが一番早く効率的かって、はい、見てそれから切り始める。はい、うん、まあ有名な話だからとそれやると大体普通1本切るのにあれだね、仮に1時間かかったとして、これをやるとで 0.5 時間になるからね。うん、で2時間これにかけたとしても、はい、まあ計算すれば、まあ算数ね、はいはい、普通10時間かかるところを、はい、リンカーンだと7時間積むか、 2時間仮にかけたとして、そうですね、で、うん、5時間半分、そうですね、2時間この歯を研いで、歯を研ぐと観察と、あ、それはね、フランクリンだよね。フランクリンですかね。フランクリン、あ、フランクリン、コビーのやつで、ね、歯を研ぐ、はい、うん、そう、うん、要はちゃんと歯を研がなくて行動してもダメですよ。はい、うん、歯を研めば結果的に早い成果を出すっていう話だね。はい、うん、で、まあ婚活とか恋愛に関しても同じだよね。聞かない。ここ、自分が何を望んでるのか、うん、何が欲しいのか、それをいかに信念まで高めるかだよね。うん、はい、願望は実現してないから、うん、信念になるものを、でもこれが歯を研ぐということだ。はい、いうことで、もし4ヶ月以内に、前も話したけど、出会いがないと2年後には結婚できないっていうお話を前したけど、はい、だからって言ってなんかこう出歩いてっていう話じゃないんだよね。うん、はい、うん、ここをまず見つめ直しましょうという、はい、うん、そんなところでありがとうございます。はい、ありがとうございます。